はい、それではソンゴパンパート5やっていきましょうか。四大大会の後半戦からスタートしていきたいと思います。ということで、いつものこちら11月2週ワールドモンスターハゼ、あ、じゃあじゃあじゃあさし、いや、ちょっと相変わらずね、ちょっと鼻が詰まってるんですよね。なんかね、鼻自体の通りはいいんですけれども、鼻の奥になんかあるんですよね。蓄膿なのかな、これ。なんかわかんないですけど、鼻の奥がずっとなんか詰まってるような感じがして、非常に気持ち悪い状態です。風長引いてますね。長引く風がなんか流行ってるようなので、皆さんもね、本当に連休中しっかりとね、あの健康管理気をつけていただいて満喫していただけたらなと思います。僕は基本的にね、もうベッドの上で稲妻イレブンと牛島くんを見て頭がおかしくなっている状況でございます。面白いけど両方見ちゃダメだね、頭がおかしくなっております。ということで、ソンゴパンちゃん、現状成長段階7段階です。もうそろそろ8段階に入ってくるといったところで、伸びが相当厳しいんですが、頑張ってやっていきましょう。じゃあまずはゼラニキでソンゴパン挑戦時のパラメーター見ていきましょう。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じ。回避523、育ってきてはいるんですけれども、ここからずーっと8段階で残り10秒で950近くまで持っていかなければいけないので、相当頑張らなければいけないなといった感じでございます。で、別に他能力は完成しきってるわけでもなく、ライフと命中もちょっと中途半端感があるので、そこも整えつつといった感じで回避を完成させなければいけないので、能力はかなりギリになりますが、これ相当強いんですよね。賢さ、700まで育ってるから、仕上げられたらマジで強い。さあ、まだ回避が不十分なため、ワールドモンスターズの時点でも相手からの技のヒット率がまあまあありますね。まあ、これだけあれば怒れない、うん、怒れません、当たったところで。まあ、逆に怒るのはもう毎度のことで申し訳ないんですけれども、こっちの技が 99% で仕上がっているので避けられることです。それだけがもうマジで切れる。まあ、さすがにね、あ、強いワンパンできるのか。さあ、じゃあやっていきましょうか。ドルニキですね、さすがにワンパン無理なんですけれども、頼みますよ。なんか当たりそう。いや、当たってもしゃあない。てか、なんなら当たってどれぐらい耐えるのか見たい。お、当たってくれた。いいね。勝て硬すぎる。もう、乾パンだろ、もはや。もはや、この硬さ、乾パンである。チョココロネとかいうふんわりパン？舐めんじゃねえ。こっちは乾パンやぞ。やばすぎる。ぐるぐるプレスでしっかりと、パンが、小麦粉がプレスされたのにもかかわらず、このしっかりとした耐久度、これは相当弾力のあるパンなのか、それとももう乾ききって終わってしまっているのか、そんな喋りをしていたら、闘魂溜まっちゃったね。もう溜めるだけ溜めな。いいよ、くれて、あ、切れちゃった。やる気ねえな。やる気ねえんじゃね？足りてねえんじゃね？カツ入れてやるよ。股間をえぐるような、スヌーセース。最近なんなんマジで、人をコケにしすぎじゃない？人間様を舐めすぎじゃない？本当に最近ひどい。なんかもうひどすぎるわ。なんか 99% ってなんだっけって、なんかここ最近一番思ってる。いや、今までもモンスターファーム2の 99% はもう確定ではないから信用に値しないという数字ではあったんだけれども、ここ最近ちょっとあまりにもひどすぎない？こんな出ないよ毎日 99% 回ポン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 さ、やめてくんない？なんか本当にこいつ技も少ねえし取れ高がねえから厳選してるでやんすって思われそうで、すげえやだわ。本当にしてないからね。ということで、噛みます、食べます、シアラちゃんをいただきます。これ 99% じゃないから当たるよ。 99% じゃない方が当たるまである。だって 80% って当たるもんね。はい、 80% の方が、なん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 うわー、そんな悪い子にはお注射しちゃうからね。はいはいてか、もうなんでこんなに避けられるの何、そんなに僕がベッドの上で風邪を治すために牛島くんと稲入れを見てるのが悪いことなの？そんなに日頃の行いってこれ悪いことなの？みんなって何してんの？じゃあ何ボランティアしてんの？ねえ、草むしりしてんの？奉仕活動してんの？ねえ、教えてよ。はい、じゃあ気を取り直してやっていきたいと思います。もうテンションも下がるわ。何回やんだよこれ。もうペニケレでもやったし、ソンゴパンでもやってるやん。いや、もういいって。もうなんだ、 99% 避けすぎんの飽きたって。お願い、ちゃんと 99% が 99% たる理由証明してくれ。ちゃんと当たってくれ
行き過ぎやねんほんまに。さあということで成長段階は8段階でございます。伸びは苦しいんですけれども、しっかりと厳選かけて大会後の能力上昇もめちゃめちゃ厳選かけて伸ばしてきております。かなり回避も育ってきております。じゃあゼラニキで孫悟飯挑戦時のパラメータ見ていきましょう。このような感じになっております。ズドン、はい、674まで来ました。かなり育っているかなと思います。相当気合い入れて、まあ、ちょっと育成しているので、まあ、伸びがね、かなり厳選かかってるんですけれども、まあ、ちょっとね、間に合わせるために致し方なしで気合い入れて頑張っておりますが、そのね、頑張りにね、試合が答えてくれねえ、マジで。もう頼むから気持ちよくさせてくれよ。なんか、ここ最近の育成、気持ちよくねえぞ。よしよしよし、まあ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 、普通は当たるからね、普通はね、まあ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 、てかね、もうなんだろう、もうまあまあまあしか言うことがないんだよね。当たらねえ気しかしねえんだもん。なんかガッと貯めれば貯めるほど空回りしそうなんだけど、サマーソルトがまさに空を切っちゃうんだけど、やめてくれない本当に。さあ頼むぜ、行こうぜ。さあ99が4つ揃って、あーなんか怖い、避けそう。ダメだ、もうなんか避けそうしか、避ける映像、あなんか当たってる方が違和感だわ。なんかもうやだ、もうこのゲームやだ、疑心暗鬼である。ちょっと一回技覚えよう、なんかね気分転換に。どうせ8段階だし、技取って7段階に帰れないとかだったらあれだけど、どうせ技取ったところで8段階のままだから、もう技取ろう。ちょっと一回気分転換しよう。ちょっとね、技欄がね、よどんでるわ。うん。ちょ、今は変わらなすぎ。もうだって B ランクの時が変わってんからね。ちょっとそれはね、よどんでるわ。一回空気の入れ替えしよう。うん。そしたら絶対に道は開かれるはず。まあ、さらっとサマソでワンパンできた。それは普通に偉いぞ、孫悟飯。お前の戦闘力は上がってきている。ナイス。さあ、なんか、2日前ぐらいに見たような光景ですね。シアラちゃんがうまくいかないと、組長もなんかうまくいかなそうで、ちょっと。嫌な予感してますが、どうでしょうか。しかも硬いから 99% サマソを他のモンスター以上にぶつける結果になる。ということは技の発動回数が増える。ということはおのずと避けられる可能性も増える。嫌ですね本当に。あ、最終奥義打ってほしいな。さすがに死なない。いや、なんで最終奥義以外全部使い切ったんじゃないそれ。もうやめてくれる。本当にお願いだからさ、こっちの言うことをちょっとは聞いてくれたっていいじゃないか。え、もしかして牛島くん見すぎて心もすさんできてる。そんなことないよね、いつも通りだよね、通常営業だよね。さあ最終奥義打ってくれ。いいじゃん、たまにはさ、こっちにさ、よくしてくれたっていいよな。さあ来い、よし、ナイス、当たれ、よし、いいぞ。おかしいゲームしてる。当たれ、いいぞ、よくわかんねえゲームだな。硬っ、クリティカルで 286? やばすぎじゃん。ちょっとやばい、ま、待ちすぎて、待ちすぎて、ちょっと待って、ちょっと焦れ、やばい、なんかこの10秒すごい嫌な予感する。お願い、嫌な予感してる方が当たるんじゃない？オッケー、嫌な予感一緒してろ、嫌な予感してる、ザワザワ、サトウキビで畑、よーし、根性もない。見てますか、ペディケレ君。ゴパンちゃんが代わりにしっかりとリベンジ果たしてくれましたよ。はい、それでは満を持しての新技覚えていきましょう。空中回転アタック、性能見ていきましょう。消費ガッツ50、ダメージ S の50、命中 D のマイナス10、ガッツダウン C の25、クリティカル E の5となっております。正直ですね、ワームのガッツ回復にはあまりにも重すぎる消費ガッツ50なんですが、他技構成がかなり堅実で低燃費なので逆転の一打がありません。しっかりとダメージが取れる技として一つ持っておきたいところですね。はい、じゃあやっていきましょうか。4月の4週殿堂入りをかけた戦いになってきますね。レジェンドカップ。相手を野菜ってどうすんね。ベルデフォアじゃん、ラスボスちゃうで。まあ、ある種ラスボスかもしらんけどちゃうで。さあということでモスとやっていきましょう。マジでね、進行度合いがペニケレと一緒すぎる。何これ、ペニケレの弔い合戦やってる。まあしかもこっちはね、今回ダメージ S 技、まあ超ホッパロールほぼダメージ技ではあったんですけれども、ほぼダメージ技のね、空中回転アタック携えて力もピンピンの状態で打っていきますので、これは分からせが発生するかもしれません。まあここまででしっかりとね、回避ちょっと上げて、まあ修行に行ってんで伸びは浅いんですけれども、頑張ってきております。孫悟飯ちゃんの挑戦時のパラメータ見ていきましょう。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じ。731まで来ました。まあね、7歳に届かないぐらいでボツになってくるので、おそらくこの段階で700まで届いていれば回避間に合うんじゃねえかなと思っております。とりあえず一安心ではあるんですが、満身こき太郎すると間に合わなくなるので、最後までしっかりと残り1年走り切っていきましょう。さあ行きますよ。空中回転アタック携えてきました。やってきました。さあしっかりとガッツを貯めて繰り出していこう。ヒット率も似てる。ヒット率も似てるな。ただ今回
回ね、5パンちゃんで回避がまだね、仕上がってないんで、ちょっと被弾率上がる。え、怖っ。え、怖い。怖いよ。ねえ、怖いって。怖いよ。怖いって。いやでも怖いよ、これは本当に。怖い映像が今、お送りされております。音が出なくなりました。音のない世界に来ちゃった。こういう時の方が当たったりするかな。いけ！当たんねえよ、普通に。うん、何にも関係ねえわ。うん、何も関係ないね。よしよし、ナイス、ナイス回避ではあるんだけど、さあ、曲がないと臨場感のかけらもありません。怖い。ただただ怖い。さあ、残り10秒になってきました。さあ、これでちょっと分からせ打ちたいんですけれど、そこでペロに当たったらほぼ終わりですが、さあ、ここで最後に打って分からせていく、いけ！何しようね。間に合う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 、なんなんだよ、お前。マジか、普通に負けたが、普通に負けたけど殿堂入り失敗。まあそういうわけにはいかないんでね、あの世界線を飛び越えてきました、世界を飛び越えてきました、やっていきましょう。曲消えると多分ね、裏世界に行っちゃったんだな。だから多分本編のこうトゥルーエンドを踏めなかった。完全にバッドエンドを踏んでしまった。曲が消えたのが完全にそう、もうデバッグルームに行ってしまっただけ。大丈夫、安心して。曲が流れていればお前は勝ち確だから安心して。ヒット率も上がってきているよ。いいよ、しっかりとしっかりと2分1を制していけばお前はモストを一発でほふり去ることができる。安心して。うん、だからそういうのも全然当たっていいから、ガッツさえ溜まれば許すから、お願い。だから一発しっかりと当ててね。こうやってしっかりと声をかけていきましょう、ゴパンちゃんに。当たれとか、これ直前に言うだけだから、ゴパンちゃんも動揺して当てられないだけだから、しっかりと40秒間声をかけ続けたんだ。頼むぜ、いけ。そういうことだ。なんで立つの？で、これ、で、これでさ、中途半端にクリティカル出てさ、またやりたくな。そもそもそういう問題じゃねえわ。そもそもそういう問題じゃなかったか。いやー、でも872か、クリティカルで999か。いやー、ちょっとむしゃくしゃしてるし、狙おうかな。なんか嫌な感がする。筋肉ゴーストの二の舞の気配がするけど、俺はやる、俺はやるんだ。いや、もう前回で心得てるんでね、願いません。願わない方が出る、願わない方が出ますよ、これ。ほら出た。簡単だった。やっぱこのね、コントローラーマイクついてるから、願うとね、出ないっすよ。簡単すぎた。前回もこうすればよかった。てか前回の経験があったから、まあ生きてますよね。でも本当にすげえな、めっちゃ笑ったわ今。本当に出ると思わなかった、正直ね。正直本当に出るとは思わなかった。おい、いい加減にしろ、これ絶対マイクついてるわ。取説にはついてな、書いてなかったけど、これ絶対ついてるよな。おかしいもんだって。はい、まあそんな感じでね、むしゃくしゃしてやった感想チャレンジなんですけれども、やり直した一発目で普通に出ました。願うな勝ち取れといった感じでしっかりと出すことができて満足したので、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。さあ、次回が最終回になってくるわけなんですけれども、能力がまだまだ全然もう緊張感がある状態の、仕上がりになっておりますので、しっかりと最後まで走り切っていけたらなと思います。一応ですね、最後シルバー杯出て技何個か覚えて、最終パラメータ整えてからおまけやるような感じで次回もお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは終わります。今回の動画面白かった。やっぱり黒部さんのコントローラーマイク絶対ついてると思うわ。ほいで最近確率本当におかしくないね。本当におかしいよね。ね、本当にそう思う方は高評価押してください。よろしくお願いします。めっちゃ励みになります。あとはね、もう動画制作の励みになりますので、チャンネル登録も合わせてしていただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回のソンゴパン育成動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。